ちょっとしたバキュラトークで、皆さん元気ですか？何これ何これって感じじゃないですか。で、はい、もう雪降りましたね。めちゃくちゃ降ったんですよ。今年11月にこんな降ったなんかすごい久しぶりじゃないですか。めちゃくちゃ今年はやっぱりラニーナ大正解ですよね。ね、山の人はちょっと雪かき大変だと思うんですけど、今年もガンガン滑りたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで、今日紹介するのがここに出てるスプリングブレイクなんですけど、スプリングブレイクね、前も何回か紹介してるんですけど、なんでも今更スプリングブレイクって感じなんですけど、今年こんなに雪が降ったじゃないですか。こんな雪降ったらやっぱり皆さんにも、なんていうのかな、楽しいスノーボードをやっぱしてもらいたいんですよ。それ楽しいスノーボードをしてもらいたい時、何が面白いのかなって考えるときにパッとできたのがこのスプリングブレイクなんですね。それでこの前の2月にね、やっぱりうちらのみんな試乗会行くじゃないですか。キャプテン試乗会の中で陽介くんと滑ってて、ね、今日乗った中で、まあ、自分が例えば遊びで乗るとして何が一番面白いって言った時に、なんて答えたかっていうと、このパウダーレーサーなんですよ。それ実際にそれを聞いて僕も乗ったんですよ。いやー、これ面白いなーって思うぐらいに、すごく遊べるパウダーボードかつフリーランボードがこのパウダーレーサーなんですね。ね、この見てください、この形いいですか。これらが51と54があるんですけど、51の方でウエストが 26.7 あるんです。それで54の方で 27.2 あるんですね。でノーズに至っては51の方で32あって、54の方で 32.6 万ですよ。実にテーパードが3センチを超えるテーパード、いわゆるこのノーズの幅とテールの幅が差が3センチを超える幅なんですね。スノーボードでこれ3センチの幅を超えるって結構ですよ。それだけにこうやってグングングンとキュキュキュって横に回るような感じの構造なんですけど、もちろんパウダーレーサーですからパウダーには浮くのは当然なんですけど、普通にフリーランしててもすごくこうやって回転性が良くて楽しく遊べるボードがこのパウダーレーサーなんです。それで構造的に、まあ、これの一番の特徴としては、中にコルクが入っているところが一番の特徴だと思います。乗り心地がすごいソフトになってますね。それでソールがこのパウダードライブで、上からいわゆるキャプターの中でも上から2番目のソールを使っているんで、ワックス滑ればめちゃくちゃ滑るソールになってるんですよ。見てください、ソールがこんな感じですよね。ね、相変わらずのこのね、おしゃれでちょっといたずらっぽいこのね、スプリングブレイクのソールが可愛いですよね。それで一方こちらに出してるのがパウダーグライダーですね。で158ですね。158でこれはウエストが 26.9 あります。26.9 あってノーズが 31.5 あるんですよ。それでテーパードになってて、テーパードはもうもはやもう少しで4センチまでいっちゃうっていう、テーパードの幅が 36.7mm、 3センチ6ミリもここからここまで落ちるんですよ。ノーズがゴワーって浮くわけですね。それでテールがこうやって切れるわけですよ、まあ、こんな乗り心地絶対乗ってみないと分かんないって、説明したって分かんないって、テーパードが深いからどんな乗り心地言ったって分かんないって、ぜひとも乗ってもらいたいのがこのパウダーグライダーです。この、ね、パウダーレーサーと一番の違い、この芯材の違いになりますね。今までずっとバルサを使ってたんですけど、このバルサが今年から実は切り材がメインの主材になって、そこにポプラが入ってる感じになります。乗り心地若干変わってますけど、特徴としては変わってなくて、このボード思った以上にウエストのこのポーションが柔らかいんです。だから乗っててノーズの方がハンドルになって、いわゆる前足がハンドルで後ろ足にこうやって体重をかけておくって感じで乗ってて、もちろんパウダーも浮くし、カービングもきれいに切れる。サーフロッカーです。サーフロッカーの構造なんですけど、パウダーでもこれもちろん浮くし、それでカービングも切れるっていうのがこの特徴なんですね。それでソールの方がこういう感じになりますね。これもね、まあ、おしゃれな黄色のスプリングブレイク。ね、やっぱり前も言ったけど、日本人でこのソール、パウダーボードでこのソールはなかなか作れないじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいソール、ね、これはね、パウダーなんかボコンって見せたらやっぱかっこいいじゃないですか。こういうのを作ってくれるのがやっぱコーリー・スミス、ね、このスプリングブレイクのこのオーナーなんですけど、ね、それでもう一個説明したいのがあるんですけど、このね、このスプリングブレイクかっこいいじゃないですか。スラッシュスラスターだったらば、ちゃんちゃん、これのせいでかわいいじゃないですかね、スプリングブレイクコラボ、ね、で、ここら辺のパウダーレーサー、パウダーグライダーで、この大人っぽいパウダー、このスプリングブレイクじゃ何のビンディングのせいでかっこいいかなって思ってたんですよ。そしたら、やっぱり出ちゃったんですよね。見てください、何これ、何これって感じじゃないですか。はい、ユニオンとスプリングブレイクのコラボビンディングです。ちょっと開けてみませんか。これまだね、まだ未開封ですよ。じゃがん、見てください。
来ますよ。うわー初明け。来ますよ来ますよ来ますよ。じゃじゃん。うおー白。かっこいい。ユニオンのこのおしゃれな感じに。このスプリングブレイクがコラボするとどんな感じになるかっていうと、うわーやっば見てください。おー開けます開けますよ。ちょっとそれでじゃがん。うーわー見てこのよく見て分かるところでこれ木目になってるんですよ。それでオフホワイトからこのグレーのねこのねクールグレーにこの多分この色が変わっていく感じ。ベースプレートもこんな感じですよ。スプリングブレイクって入っててね、ここにもスプリングブレイク。うほー。それでユニオンロゴも全然違いますね。で見てただのねコラボベンディングだと思うじゃないですか。ベースプレート何使ってると思います？アトラスですよね。このアトラスのベースプレートにストラップ何使ってると思います？ファルコアですよ。やばくないですかこの組み合わせね。だからアトラスのこのしっかりしたベースプレートでファルコアのストラップがついてるんですよ。どういうこと？どういうことっていうと、アトラスのこのしっかりしたベースプレート、そして他のモデルに比べてこのアトラスの一番の特徴の一つはこの全長ね、このベースプレートのこの縦の長さ短いんですよ。だからこのターンの切り返しが早いっていうことを言うと、この体重移動が楽になるんですね。だけど通常のアトラスはこのストラップがめちゃくちゃ硬くて、このここの部分、ブーツを置いたこの部分のホールドがすごい硬くなるんですね。だけどそれをこのスプリングブレイクのパウダーでもフリーランでも楽しく乗れますよっていう感じにして、あえてこれをねファルコアのストラップにしてるんですよ。うほー、これどんな感じになるの。ファルコアってさ、あれじゃないですか、ミニディスクじゃないですか、アトラスビッグディスクじゃないですか、でキャンバープレート入ってるじゃないですか。このがっしりした感じでこの幅広のウエストのボードを押さえつつ、かつトゥーサイドとヒールサイドのターンが速い、なおかつ足首はこのソフトな感じでこの、ね、ファルコアのホールドしつつ、ちゃんとこの構造がね、この5層構造って、これすごい複雑なストラップがついてて、こんな感じになるんですよね。見て、パウダーグライダーにこれ乗せたらどんな感じって見て、もうまさに芸術じゃないのって感じですよね。こんな感じ。もちろんこれカタログ未掲載なんですよ。カタログ未掲載のビンディングでほぼほぼ出回んないこのスプリングブレイクにパコーンと乗せてラニーニャのパウダーをガンガン滑ったことを思っただけでも今シーズンの楽しさが倍増しちゃうっていう感じね。楽しいスプリングブレイクにかっこいいスプリングブレイクをつけて、ぜひとも今シーズンの山を皆さんにも楽しんでもらいたいっていう大人の提案のバックヤードトークでした。よろしくお願いします。